今日も撮影始めます。今日は天木純さんです。よろしくお願いします。天木純です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕はずっと天木さんは本当に数年前からインスタでフォローしてて、すごい、すごい、すごい方だなと思って今日撮影できると思ってなくて、めっちゃ嬉しいです。いやいやいや、もう僕の方が光栄です。ありがとうございます。いやいや、想像以上に生で見たら可愛くて、いやーサウナが大好きなので、いやいや、もうそのために至福なひとときを味わわせて味わわせていただきたいと思います。じゃあすいません、よろしくお願いします。お願いします。ナイス、いいね、そう、綺麗、ナイス、綺麗、ナイス、そうそう、いいね、いいね、そうそうそう、ちょうどいいですか、大丈夫、いいね、そうそう、いいね、うん、でもいい、いいね、そうそうそう、どこ、いいね、4、きれい、3、2、1、もう1枚、いいですね、きれい、ありがとうございます。ここ OK、 はい、ありがとうございます。ここ OK です。いや、ね、かっこいい、きれい。なんか多分ね、グラビアって縦位置の写真多いじゃないですか。僕結構横位置撮るの好きで、横長の写真がすごい好きで、かっこいいですね。ありがとうございます。あ、じゃあ着替えましょうか。はい、ごめん、普通の水着になるんですけど、普通の水着でちょっと、はい、かなりちょっと見えるか、ナイス、綺麗、あの、綺麗、ナイス、ログッとする、いいですね、めっちゃ綺麗、ナイス、かわいい、いいね、そうそうそう、ナイス、きれい、いいね、すごいかわいい、すごい、ナイス、すごいきれい、うん、それか、うん、ユニコーン、すごいきれい、ナイス、ナイス、ナイス、きれい、すごいきれい、そこグッタグッタ、ナイス、そのままいいね、ナイス、ナイス、ナイス、綺麗、あと5枚いこう、5、4、天才、3、2、1、もう1枚、素晴らしい、素敵、天才だいや素敵っすね。ここまでその表現できる人になるのがなんか経験とかじゃないの、もともとなんか、いや恥ずかしい、 あるもんなんだと思う。なんか、ありがとうございます。いやいや、素晴らしい、素晴らしい。いや、あのね、そもそもそのサウナ好きなのを知ってたから、うん、で、その僕よりもそのサウナについて詳しいし、そのサウナを使う撮影っていうものに関してもすごい上手だったから、すごいなんていうか、想像以上にいいものを撮った。天木さんがやってるそのインスタグラムの中の表現に勝てないっていう、すごい写真、インスタグラムの中の写真がすごいいいから、それに引っ張られるし、それがなんかね、撮るんだったらそれには勝ちたいって思うから、いや、余裕で勝って勝つっていうか、もう逆にあのレベルが違うというか、そのすごいいい作品が撮れたと思います。ちょっと頑張って仕上げますので、ありがとうございます。今日はなんか新感覚でしたね、意外とグラビアの撮影は慣れてるんですけど、こうやってサウナ室で本気のカメラマンさんに本気で撮ってもらうことってなかったので、今まで割と初体験ですね、なのですごくあの
本質を取ってもらったって感じです。プライベートでサウナによく私は行くので、仕事っていうよりかはなんかそのプライベートの中にプロのカメラマンが潜入してきたみたいな気分だったんで、本気が私も出せたかなっていう感じです。サウナはもともときっかけは本当にサウナ師匠という方にサウナを教えてもらったんですけど、そこから入るようになって、私もともと血液が結構ドロドロタイプだったんですけど、それがサラサラになって数値が正常に戻ったんですよ。なのでそこから健康にもいいんだと思って通うようになりました。ビジネスサウナとかって言われたこともあったけど、なんかまあでもそうですね、サウナの良さをみんなに知ってもらいたいっていうのはやっぱりでかいです。見てフォローしていただいてるフォロワーさんの方に刺さるものを載せていかないとフォローって外れていっちゃうので、そのフォローをしたままにしとくような投稿を心がけるというか、まあ、今までの統計でいいねが多かったりコメントが多かったりとか、こういうの好きなんだっていうのは大体わかるので、それを必ず意識しながらやってます。そうですね、やっぱバランスがわからなくて水着だけになってしまったりとか、あとは逆にその水着をセーブした方がいいのかもと思った時にご飯の投稿だったり風景の投稿をしたりとか、一瞬ちょっと迷った時があったんですけど、結局バランスよくやっぱやっていくことによって見てくれる人が増えるなと思いました。息するのと同じもの、東京に出てきてからこの仕事始めてから SNS 毎日やってるんですけど、ご飯食べるのと寝るのと一緒なぐらい、お風呂入るのと一緒なぐらい SNS やってるので、私の中ではこの 4大巨頭で人生が成り立ってるって感じです。そこにサウナが入ってきてるよみたいな感じなんですけど、だから仕事で SNS を上げるっていうよりかは上げたいなって思ったりとかして上げてます。フォロワー難しいですけど、